最近こういうことやってますか？だってやってないですね。やってないな。公園で見てファンになりました。で、嬉しい。公園で見てファンになりました。嬉しいです。もう4月になっちゃうね。結構4月その気温とか変わってくると思うかな。洋服とか買うんですけど、見てるのが楽しい。なんか前にファンの方からもらった洋服とか、その時期的に着れなくて、その時冬だったから、でもこれから着れそうだから楽しみ。入学式のスーツは準備済みですよ。なんかうちさ、今日声おかしいよね。なんか声おかしくない？しーちゃんと遊んでますね。入学式スーツだよ。転んだのですが、こすり傷はどんくらい治りますか？だって1週間、多分。今新生姜食べてるよ。リーナの先生本当に同じ色なの。今日はね、今日はねとか言って、ないで帽子を買ったんですよ。可愛いでしょ。これを買ったので大切にしたいと思います。ひなこ頭良かったの草だって頭良くはないじゃん。これはエピ、ブランドエピヌっていうところのエピヌです。エピヌ最近好きなの。やっぱりおしゃれをしたくなっちゃう年になっちゃったので、もうね、ここ剥がれちゃったの。だから買いに行きます。漢字読めないふりしてるだけなの。だっていや本当に読めない時もあるよ。今日の洋服かわいい。だって桜色でもね、まだこれだけじゃ寒いから、ちゃんと上着着てますよ。そう、透けてるの。本当はね、コンサートまであと4日だね。
目かゆい、ちょっとね、赤い、ちょっと。最近は何してるかな。デコ出し何より可愛すぎますだって。やった。ひな子って可愛いって言われたの、綺麗って言われたの。どっちも欲しがり、どっちもかな。今日はね、ちょっとだけメイクしてる。でも口の色とかもほぼないと思う。リップ取れたし、眉毛とアイラインしかしてないから。そんなにですけど、こすっちゃない。昨日ね、夜寝るとき、こっちの目が痒くて、こうやって描いてた。描いちゃった。こっちはね、赤くなんないんだけど、こっちがね、赤くなる。1100円は何に使って、まだ使ってない。何に使おうかな。私さ、大学さ、行くからさ、今まで、ちょっとね、高校生まではすごくなんか子供が使うような筆箱を使ってたんですよ。だからさすがに買わなきゃやばいって思ってて。そう、キャラクターもの、さすがにさ、キャラクターもの、でもキャラクターものの、なんかめっちゃ本当に中学生が使うみたいなのに僕使ってたんですよ、高校も。だからさすがにそれで大学は行けないから、なんかすごい大学生みたいな。でも私はそれをね、買いにね、行こうとしたんだけど、私それも買いに、あと洋服も見たりとかしようと思ってたんだけど、私が行った場所がちょっとなんか筆箱を売ってなくて。ちなみに、いや、キャラクターも全然いいと思うんだけど、そのさ、でも私が使ってたやつはすごい子供っぽいやつ。ちょっと意味わかんない。私は今これをね、買おうと思ってたの。このかわいくない？おしゃれな感じもいいなって思うけど、これが欲しいの。可愛くない？いや、買おうとしてたんだけど、なかったの、これが売ってるお店が。でも、もうすぐだし、もうすぐだし、早く買いに行かなきゃやばいの。だから、頑張ります。早く買わないとね、始まっちゃうからね。かき揚げが好き。そう、かき揚げ。でもかき揚げっていうかき揚げなのかな。
まあ、カチ味なのかな、これカチ味だ。早く買わないと。これは風船をさっき膨らませてて、風船のために使った。そうだから筆箱を買って、もう大学に行く準備 OK っていう感じにしとかないとやばいんですよ。でも私陰キャだから友達できるかな。そう、風船、これオンライン授業じゃないんですけど、本当にいいんじゃん。そう、正解8。そう、陰キャで人見知りだから本当に話しかけれない。どうしよう。しかも多分第一印象怖いって思われちゃうからな。こうしたってこうでしょ。私目死んでるもんね。こうちょっと怖いよね。話しかけられない気がするかな。多分自分から行かないとやばいって思ってるんですけど。で、こうやって行こうかな。あ、こうしといて話しかけられる。これさ、これ何回も話してるんだよ、このお話。そう、だから今は筆箱を買わなきゃいけないっていうね。だからちゃんと買えます。まあさっきの筆箱はもしかしたら買えないかなはかもしれないけど、まあ、うん、あとはやっぱりおしゃれしていきたいから。これはちょっと大学生っぽい。この服あんま見えてないけど、こうやって大学生っぽいのかな。ぽいです。だって全身見せられないからな。なんかこれでも多分さ、こんな感じ。オッケー。これでもうワンピースみたいな。大学生っぽい。大学でモテる？絶対モテないでしょ。だって。大学の、そうですね、パソコン。もう用意してよ。私写真載せてほしい。載せるね。
明後日から大学生か。確かに明後日から4月だもんね。友達100人作れるのかな。100人もいたらすごいね。マルマル大学ミスコンで、ミスコン呼ばれないです。そう、履修登録からなんです。可愛いんだけどこの帽子。ひよこって初対面でも失礼な仕掛け。え、話しかけ、私人見知りだよ。ひよこが大学生ならやばいよね。早すぎ。そうなのよ、やばいよね。私も信じられない。この間まで15歳とかなんだよね。めっちゃ可愛い、似合う。だってリシューはやめます。大人になったね。そう、大人になっちゃった。怖いよね、大人になっちゃうんだもん、自然と。片付けないはね、飽きてはないよ。片付けないはなんで片付けないで使ってるか皆さん知ってる？知らないよね。言ったことないもんね。4月1日からカード作る。何カードって。片付けないって使ったのは、使った理由、使い始めた理由は、あのネットフリックスで小太郎、なんだっけ、小太郎は一人暮らしみたいなアニメがあるんですよ。小太郎は一人暮らしだっていうアニメがあるんですけど、それをね、ちょっと面白そうだなと見てみたんです。そしたら案の定面白くて、そのなんか殿様っていう、その男の子は殿様っていうなんかアニメ、なんか殿様のなんかアニメが好きらしくて、でその男の子のその喋り方がすごい独特なんですよ。なんかわらわわみたいな、わらわはなんとかであるぞみたいな、片付けないも言うんですよ。それがなんか、あすごいなんか片付けないってすごいって思って、なんか使ったらかっこいいんじゃないかって思って使います。かっこよくない、私がさ片付けないって言ってた。ちょっとかっこいいよね。わらわ使わない。わらわわって言いにくい。わらわわって言いにくい。だってさ、いやいや、ショールームとかでわらわわって言っても別にいいけど、日常とかでさ急に、え、わらわわって言ったらさ、えってなっちゃうの。
そうなの、おじゃる丸みたいなもんなのかな。いや面白いの？なんかえってなんない？あちち？あちちって言うの？わらわはでも私大学ではそういうあのおとなしいキャラで行くんだよ。なんかもうおとなしい、喋らない。だから、あ、次、何の授業ですか。何の授業ですか。どんな感じか分かんないからさ。いいじゃん。みんな信じてほしい。中学校の時は確かに幼稚でした。でも。もう違うんです。その仲良くなったらね、それまでは本当に本当に信じて。大学ではお忍びの姿、もちろん。何お忍びの姿って。でもこんな感じだよ多分。服装的に多分こんな感じだよね。怖いよね。あ、教授、仲良くなったら上手だよ。飲み口かもね。だってそれはないよ。今お腹鳴ったんだけど、もしかして聞こえた？ジャージで行けばなんか逆に目立ちそう。教授、でも教授と仲良くなりたいの。そしたらさ、いろんな質問できそう。聞こえなかったってやった。もう一回お願いします。じゃあなりそうになったらいいよねって言ったらならない。いつもひなこみたいなタイプが一番モテるんだって。いやさあ、これモテないのよガチ。モテないのよ。でも大学ってさ、どんな感じなんだ。だって大学ってあれなんでしょ、なんかさもうほぼ知らないみたいな感じなんじゃないの。だってさ、なんか中高、小中高みたいにさクラスとかないよね。なんか2年1組とかないじゃん。照れてて腐って。やばすぎ。あー、そう、誰が何歳なのかとかわからないもんね。サークルは入んないです。でしょ、来年1組とかないでしょ。だからお互い知らないんだよ。クラスみたいなのがある大学。ええー、そうなんだ。まあ私はハーバードなんで。っていうのは嘘なんですけど。
言わなくてもわかるか。教授がオタクの感性それはない、それはないって言うのちょっと、もしかしたらあるかもね。でもだって教授ってさ何歳ぐらい、それはいろいろいるのか。もしかして教授が AKB ファンだったりしていや AKB ファンだったとしても気づかない気がする。教授は変わった人、え、そうなの？なんか言いました、やばい。ワシントン大学は打ててないですね。なんかオックスフォール大学は打ちました。オックスフォール大学とハーバード大学は打てたけど、オックスフォールはちょっと自分にはもったいないかなと思ってハーバードにしましたすっごいめちゃくちゃなこと言ってる。教授が非難おしゃべり会に、意外と先生やったら得意。そうなの？教授の子供とか孫が好きかもしれない。あ、それはありそうだね。確かに。でもとりあえず入学式がどんな感じだったかはちゃんと報告するので、うちの予想だと多分誰とも話しませんでしたってなる気がする。ひでこは教授、うちも教授になりたい、総理大臣に。入学した写真見せてないだって。教授と教授とそんなことできるの？結構フレンドリーな感じなのかな。でも一人ぐらいは友達作っとかないとなんかいろいろ大変そう。なんかさ、わかんないこととか聞けないじゃん。だからちょっと一人ぐらいは作ります。一人二人ぐらいはせめて話しかけれるかな。あ、友達になりませんかなんて話しかけてるの、みんなだったら。講義中にみんなに奥さんの写真を見、めっちゃいい先生じゃん。めっちゃいいっていうかめっちゃ面白いね。教授と仲良くしないと大変危ない時の、確かに頑張ろう。マイティビの衣装で行っちゃうとか、いや、めちゃめちゃ目立つ。友達になりたいです。だってなりましょう。リモート、いや普通に対面だからさ、リモートもあるかもしれないけど。ゆきりんさんにタメ口聞けるぐらい、いやそれとこれは違うんだよね。いやそん時は、そのゆきりんさんの時は人見知りじゃなかった。最近人見知りになっちゃった。話しかけやすいか、友達話しかけやすいですか。私よく第一印象怖いって言われる。そう、単位を頑張って取らなきゃならない。なんか顔と手の色違くない？話しかけやすい？本当？
なんだかんだいつの間にか仲良くなってたのね。確かにそれも言えてる。大学であの人一番でどこにいるか知ってるでしょ。絶対さえってなるよね、普通だったら。だって急に島ってどこにあるか分かる？聞けないよ。3年までに120単位取ったら4年は楽だよ。頑張ろう。単位頑張ろう。他は天才的に可愛いやって。やった。確かに島根から来てる人いたらもうすごいよ。もうすぐ友達になっちゃう。え、島根どこに住んでるんですか。え、松江ですか。私と一緒じゃないですか。何が好きなんですか島根の。え、出雲大社です。私も出雲大社好きです。今度一緒に行きますか。いいですよ、ありがとうございますみたいな。今の妄想ね。そうなの、一緒だったらいいの。だからちょっと頑張りたいと思います。最近のさ、気温さ、どういう服着たらいいか分かんないんだけど。分かる？みんな。どういう服を着たらいいのかな。困ってるんだよね。むずいの。何時まで話するって。もうちょっと。かな。ワンピースは楽、わかる。ワンピースめっちゃ楽。ノースフェイスって何？ T シャツよりパーカー。ああ、いいねそれ。ずっとパーカーなって。さすがにね、これこういうの一枚で寒そう。まだ上着着てるでしょみんな。いつぐらいになったらさ、なんかこういうの一枚とかでもいけるのかな。4月？スプリングコート。5月の中、4月の中頃、4月後半。チアリの動画から可愛い子がいたのですが、その子が誰か分かりません。とりあえずその子を知ってます。誰だろう。それは誰だろう。ちょっと朝見て大学内電話聞いてるからってやつ。あ、そうなの？私暑がりなんですよね。体感温度は変わるからな。20度超えが必要だったら梅雨時がまた寒くなる。確かにそうだ、梅雨が来る。梅雨っていつ来るの？私梅雨嫌いだって。雨降るでしょ。
そう、暑がりなの。暑がりと寒がりどっちも持ってる超めんどくさい体質。6月に来るのか。6月か、嫌いなんだよね雨。私偏頭痛持ちなんですよ。だから雨とか降ると気圧とかで頭痛くなっちゃうの。ひなこって陰で勉強するタイプなんだなって。そうかもしれない。千鳥が言ったら七瀬と私とハトエではないと言ったので、あと一人が私やないかい。私ですよね第三。合ってる。そうだから本当に暑がりだから、あと代謝がいいからね。あんまりさすぐ体がポカポカしちゃう。だから涼しい格好で行かなきゃだね。この間そういえばめちゃめちゃ話変わるんですけど、オルガン坂の時に髪の毛をメイクさんにやってもらってたんですけど、あの眉毛をね自分で描くのが苦手だから、眉毛を描いてもらってもいいですかって言って描いてもらってたんですよ、こうやって。そしたらすごいなんかおでこが綺麗ですねみたいな、嬉しい、ありがとうございますって言って、なんかハーフですか、あ違う、どっかの血とか入ってますかみたいな言われて、そうやってハーフってことですよねって言って、いや会話してたんだけど、私久しぶりにそういうさ、どっかの国の血入ってるますかってさいう質問さされてさ、めっちゃ嬉しくて、最近全然言われないんですよハーフとか。なんかちっちゃい頃はねもう逆に言われまくりでその時はちょっとハーフって思われるの嫌って思ってた、言われすぎてね。その時はなんでハーフって言われるの、日本人じゃん、なんで日本人なのに、ハーフって何、日本人やみたいなずっと思ってたんですよ、ちっちゃい頃ね。ちっちゃい頃はすごい言われてたんですけど、大人になってからちょっと顔が変わったのか、まあ変わるかそれ、なんか言われなくなっちゃって、なんかほんと言われてもほんとたまになの、ほんとたまに。でも今年初めて言われた、入って今年入って初めて言われた、ハーフなんかどっかの国に入ってますかみたいな。それがめちゃくちゃ嬉しくてめっちゃ喜びました。だからその時めっちゃテンション高かった。横顔がそれっぽく見える。そう、グアムとかハワイあたり、私はちっちゃい頃はなんかインドとか言われてた。本当に顔が濃かったの、ちっちゃい頃。モアナって何？東北の人間なんだけど沖縄の人と間違われる。あー、やっぱそういう人いるんだ。私のお父さんもちょっとハーフっぽいもん、濃い、顔が濃い。インド行きたいだって行ったことない。インド感全くない。本当ない。ちっちゃい頃はそう言われてた。なんかこういうことよくやってたのが、その同級生同士でなんか何顔っぽいっていう、どこの国っぽいみたいな、
やってたんです。いや、ねねちゃん中国っぽいかも、いや、ねねちゃんは韓国っぽい顔みたいな。で、私はほんとインドとかサウジアラビアとか言われてましたね。顔濃すぎて本当にその時は本当に濃かったの。なんかもう眉毛もさ、もう 今よりもっと濃いみたいな。わしよくタイ人やインド人に間違える。あ、じゃ相当皮が濃いんだ。インドカレー食べた。あー、わかる。何食べた？オリエンタルって何？南米系？確かにいい意味で今でもさ、ハーフには見えなくない？今は。ハーフには見えなくない？中西会でみんながなんとかの時、スカートでみんながスカートの時、なんとかの女の子が好きなんですよ。ああ、なるほど。ズボンってこと？メガっぽい。中西会でいいなことして、え、嬉しい。中西会に感謝。クォーターっぽい。カラコンしてないですね、今してない。目赤い。ハーフってもっと言われたい。ちっちゃい頃はなんであんな嫌がってたんだろう。嬉しいって思いなよって思っちゃう。最近言われるとめちゃくちゃ嬉しいからもっと言われたいんだけど。どうやったらハーフに見える？フラダンスの衣装似合いそう。スタイル良くないです。全然良くないです。お腹鳴った、聞こえた？チオリ曰くひなこって子です。ちなみにチオリの中西会投稿でひなこと書く人で認知された。嘘。認知されちゃったもん。私じゃん、じゃあひなこちゃんって嬉しい。髪の毛明るくする。それ何色？これ結構明るくない？もう少し目鼻立ちを意識したメイクをしてみたら。だって確かに私これ全然今メイクしてないからね。今日は眉毛とアイラインしかしてないからあれだけど、ちゃんとメイクしたら見えるのか。こういうことやってないの。前髪流すようになってからどんどん綺麗になってきた気がする。だって嬉しい。マジパンのこと合ってるのハルルンですか？合ってないですね。でメイクで変わりそう。今本当に結構薄い、薄い、もう色とかないの。髪の毛で私何色を似合うと思う？これはもう茶色なんだけど、結構ママたちチャレンジだって。見てくれた？みんなママオルガン坂のママたちチャレンジ。今の色？今くらいがいいって。
エイペックするには PC とバレスタイルどっちが、人によるんじゃないかな。私は PC の方が好きだけど、でもその操作的にはプレステの方がいいのかな。簡単そう、 PC よりか。そう、私いい人だから。で、私この色がいいんだ。ちょっと茶色すぎない？そんなことない？PC はキーボードだから、そうだね、慣れたらね。ネバーンルーマーの時のゆいちゃんの髪色変な子がしても似合う。本当？私でもブリーチできないんですよ。私クセっ毛で宿毛矯正とかしてるから、宿毛矯正してる人がブリーチしたらもうめっちゃ痛んじゃうみたいな。もう痛みすぎるらしいので、そう、クセっ毛じゃなかったらブリーチとかしたいなって思うけど、そう、宿毛矯正やってるから。多分宿毛矯正を捨てるならやってもいいと思うけど、ブリーチでも宿毛矯正したいから、癖ってね。だからブリーチはできないです。じゃあちょっとそろそろランキング読もうかな。ちょっと急にショールーム始めちゃって本当にね、ごめんなさいっていうお気持ちなんですけど、なんかもっと、あ、そうだ、なんかさ、インスタとかさ投稿をねもっとしたいって思ってるんですよ。じゃーん、これはまだそんな長く見せない。ここでは夢の国、そう、こういう写真とかもあったりするので、もうでもそろそろ、もう今日とかさ、明日とか明後日とかには載せようかなって思ってるので、楽しみにしててほしい。あと、もっと なんかもっとファッション、お洋服、なんていうの、全身コーデとかやれたらいいなって思うけど、やっぱおしゃれになりたいんで、おしゃれ女子目指してるんで、ということでランキング見ます。13位、君が落とした眉毛さん、すごい。でもこの名前ちゃんと覚えてる、なんか全部君が落とした眉毛っていう名前にしてるよね。
インスタとか TikTok とか。それで覚えちゃったよ。13位、君が落としたまゆりさん、ありがとうございます。12位、ケルピーさん、ありがとうございます。11位、ひろゆきりんさん、ありがとうございます。10位、夏音さん、ありがとうございます。9位、カッチアットマークひなこしさん、ありがとうございます。8位、梅こぶちゃんアットマークなとりどんさん、ありがとうございます。7位、エサパチさん、ありがとうございます。6位、ペロペロチーノさん、ありがとうございます。5位、 SINSO さん、ありがとうございます。4位、ニャークアットマークひなこしさん、ありがとうございます。3位、ひらっぴアットマークひなこにメロメロさん、ありがとうございます。そして2位はカンナッピーさん、ありがとうございます。ちょ、髪の毛ボサボサ。そして1位はダブンアットマークひなこしさんでした。ダブンワイさん、ありがとうございます。ダブンワイありがとう。ということで、もうあさってには4月ですか。頑張りましょう。今日はインスタのストーリーで質問のやつやろうかなって思ってるので、インスタはちゃんと確認しててください。ということで、前髪切りたい。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。